にバカション載せています。バカション、バカション、はい、載せています。こんにちは、ロニブです。今回ですね、こちら、はい、ノートパソコン用のスタンド、まあ、あとタブレット用のスタンドにもなるんですけども、のご紹介です。机の上にこう置いていただきますと。はい。そしてこの上にですね、ノートパソコンを置くスタンドになってます。パソコンがずれないようにですね、ここに引っ掛けが2箇所あります。で、ちょっと真ん中が空いてるので、ノートパソコンを開閉しやすくなっています。はい。そしてこれ素材なんですけども、アルミでできています。で、結構ね、ほら、分厚いですよね。分厚い素材になっています。はい。そして、裏の部分、ここラバーになってます。滑りにくいです。そして、天板のパソコンを置く部分ですね。タブレットとかパソコンを置く部分、ここも2箇所ですね。ラバーがついてます。滑りにくいです。はい。パソコンが冷却しやすいように穴がこう開いています。はい。いいと思いますね、これね。はい。こういうパソコンを机の上にこう置く。このままで、大概の場合、キーボードの角度なんて調整できないじゃないですか。でも、このノートパソコン用の台があるとですね、キーボードの高さを変えるといいますか、ノートパソコンの角度を変えることがこうできますよね。これ天板の部分でやると、このようにちょっとほら、角度つきますよね。こんな感じですよね。はい。はい。こちらですね、反対側の方ですね、こういうふうにすると高さを変えることができます。ちょっと高すぎるんで、ちょっとこの辺にしときます。はい。そして、ノートパソコンを置く部分ですね、天板の部分を水平に保って置いていただくと。こういうふうに固定していただくと。そうすると、ここ空間ができます。で、これがですね、先ほども言いましたように、この中心位置にこの止めですよね。落下防止の金具がここじゃなくって、この左右にあるっていうのがとてもいいかなというふうに思います。お気に入りの別のキーボードなんかを下に置いてマウスで使うっていうのもありかもしれないですね。とにかく目線がですね、高くなるので、とても楽になるんじゃないかなっていうふうに思います。iPad、なんですけども、こちらもですね、このようにですね、キーボードをついてるんですけども、キーボードをつけた状態で、こう使えるということで、とてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。タブレットなんで、このようにですね、置いてですね、で、まあ、YouTube なんかをですね、こう、見ていただくということがですね、とても簡単にできるというか、扱いやすい高さでですね、見ることができるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、これ今横なんですけども、もちろんですね、縦にしていただいても置くことはできるので、タブレットをいろいろとですね、こう見せるとか見るっていうような使い方ですね、に使えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。重さなんですけど、20キロに耐えれるようになっています。これね、結構ね、硬いです。結構硬いです。これが永遠この硬さが続くかどうかっていうのはちょっとわかりませんけども、はい。こういう風になってます。いろんな使い方ができて、必ずしもノートパソコン、タブレットだけじゃなくって、もっと違うものを置いたりとかですね、ノートパソコンスタンドにバカション載せています。バカション、バカション、はい、載せています。ノートパソコン、タブレット用のですね、スタンド、とても場所を取らない、また場所を有効活用できるスタンドのご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？参考になりましたでしょうか？それではまたご覧ください。さよなら。